終了玉ぶりライオソズ、逆転はホクサナルセが猫勝って負け、もう終わりだよこの球団。防御率6点台にも勝てなかったな。30勝が遠すぎる。さすがに今日30勝目だと思ってた。1オツ100敗は余裕な気がする。勝っても嬉しくないし負けても悔しくない。飛ぶボールの恩恵が全然ない。5位のブルペンデー相手に普通に負けるとか恥ずかしくないんか。オリックスの10連敗と堅いしたことなかったな。4度目の8連敗に向かってる西武とはレベルが違うわ。オリコレブルペンデーだったの。一応お佐藤って先発でしょ。あと45試合で13勝は無理そう。100敗余裕だろ。竹内がいなかったらホワイトソックスだったな。来年まで外野が猫でいいわ。プロじゃねえよ。他球団なら育成レベルのを一軍で使わざるを得ないからな。奥村ってどうせ球団社長と同じ名字だから使ってるだけとかだろ。あと12勝ちとか無理やろ。竹内壊れちゃう。まさか負けたの。今日は試合見てなかったけど、こっち隅田で向こうはよく知らん投手で負けるなんてことがあるの。ご視聴ありがとうございました。